ではレギュラーリーグ本日最終戦を迎えておりますので、まずは田中剛キャプテンより、これからのお客様に一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様土曜日曜と今日たくさんの応援ありがとうございます。レギュラーリーグ長い戦いでしたけれども、どこにいてもフリーブレイズのファンの皆さんが温かい声援を送ってくださったおかげで、僕たちは今、プレーできていると思ってます。まだまだ戦い続くので最後まで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。クリス若林監督より一言いただきたいと思います。お願いいたします。ファンの皆様、あと関係者の皆様、レギュラーシーズン、たくさんのご声援ありがとうございました。レギュラーシーズン1位、目指してスタートしたんですけども、そこの目標にはたど、り着かなかったんですが、なんとか、8のホームスタート、プレーオフホームスタートというポジションを皆さんと勝ち取ってですね、王座奪還に向けてまた新たな戦いが始まりますので、皆さんとまた熱く一緒に戦っていきますので、またここの新潟でアジアリーグチャンピオンになれるように頑張ってきますので、一緒に戦って頂点目指して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。フリーブレイズレギュラーシーズン最終戦を4対1で締めくくりました若林監督に伺います。3連戦が終了しました。まず今日のゲーム振り返っていただけますか。はい、4位確定してしまった、試合の前にしてしまったんですけども、選手たちは本当にいいモチベーションで、今日この3連戦の中で一番いい戦い60分、してくれたと思いますし、日曜日はちょっと荒れたんですけども、今日はそこを我慢して、淡々と自分たちのプレーに集中して、本当に最初リードを奪われましたけども、そこで集中力を切らさずにですね、ハードワークして、でスピードを生かしたプレーで、なんとか、今日、勝つことができたと思います。プレーオフいよいよ来週から始まりますが、そちらに向けてはいかがですか。はい、本当に、八戸でスタートできるのは楽しみにしてますし、そこの力を、皆さんと一緒に、戦って、次のセミファイナルにまず、駒を進めたいと思いますので、でも本当に、この勢いを、そのまま、プレーオフでスタートできるように、準備していきたいと思います。今日の試合の話にちょっと戻りますけれども、0対1で迎えた第2ピリオド、インターバル出てくるのがちょっといつもより遅いなという感じがしましたが、このあたりを修正してその後の連続ゴールにつながったんでしょうか。そうです、ちょっと球出しの、形を確認、選択肢の確認と、あとパワープレーでの調整、そういう話を したんですけども、そこでちょっと遅れてしまいました。最初のシフトで篠原浩太選手の同点ゴールになりましたが、そうですね、やはりこういいスピードでこうゾーン入って、ちょっと遠目からのシュートでしたけども、本当に、そこでチームがガラッとこうまた勢いに乗ることができて、ビッグゴールだったと思います。パワープレーについて振り返っていただけますか。はい、パワープレー今日、結構白黒はっきりしていいパワープレーと、あまり良くないパワープレーあったんですけども、結構決定的なチャンス何個か作れて、最後のフィニッシュ、ができなかったというところです。ちょっとそこで、早い段階でこう点数決めれれば、もう少しこう楽な展開、にできたと思うんですけども、でも、パワープレー、点数取れなくて、
でもその中で 5-5 で、選手たち頑張ったので、まあ、プレーオフに向けてはそこはもうちょっと、調整しないといけないと思います。レギュラーシーズン28勝20敗でした。順調な開幕、年明けの苦しい時期、そして最後また白星を積み重ねてフィニッシュでした。レギュラーシーズン振り返ってどんな48試合だったでしょうか。はい、レギュラーシーズン非常に長丁場の、戦いで、いい時も悪い時もありますし、怪我人も、つきものですので、いろんな経験、いろんな選手がいろんな経験できて、ここでこううまく、チームがこう仕上がってきていると思いますので、あとは一人一人、各ライン、自分たちの仕事を全うして、一つの強いチームとしてこう戦えれば、アジアの頂点、勝ち取れるんじゃないかなというふうに思います。レギュラーシーズンでのこう収穫、またはこう若手の成長もあったかと思いますが、そういったプラスの点どんなところでしたか。そうですね、やはりこう若手、ディフェンスでしたら早田誠也とか、あと佐藤光とかも、ここに来て、安定しましたし、で、篠原雄平も怪我から復帰して、後半戦に出てますので、そのディフェンス陣 の層の厚さ、も非常に貴重ですので、この3試合コールジャレットなしで、3連勝できたというのは非常に自信にも、なると思いますので、そういった意味ではこうチームのこう守り、そこがこう少し硬くなっているのではないかなというふうには思います。ホームでスタートできるプレーオフ、クレインズ相手、レギュラーシーズンの対戦成績では分がいい相手にはなりますが、どんな点に注意して臨もうか。そうですね、レギュラーシーズンのこう相性はあまり、気にしないで、やはり今こう自分たちがどういうプレーができているのか、そこがすごい大事だと思いますので、本当に相手が誰だろうと、こう自分たちのこう、スピード、走るホッケーでこう1対1負けないホッケー、そういうのがしっかり、できれば、どの相手でも、いい戦い、勝ちにつなげるゲームにできると思います。プレーオフ最大でも残り13試合ということになります。ホームでスタートできるのも大きいかと思いますので、最後地元のファンの皆さんにメッセージをお願いできます。はい、プレーオフというものは一番、このシーズンで、一番楽しい時期、ですので、本当にたくさん応援していただいたファンの皆さんとこうプレーオフ、八戸でスタートできるのは、非常に嬉しく思っていますので、この、大きな、機会を、無駄にしないでですね、ここでしっかり勝って、いい勢いをつけてでアジアの頂点を目指してみんなと戦っていきたいと思います。47番今日の MVP の篠原浩太選手に伺います。ご自身1ゴール1アシストでした。まず今日のゲーム振り返っていただけますか。そうですね、先に台湾に1点取られたんですけども、焦ることなくうちのホッケーをやろうということで 2P でスタートして、で、ファーストシフトで、僕らのラインで点数取れて、そこから勢いつけれたのは良かったかなと思います。その 2P で最初のプレーでのご自身のゴールでした。結構遠目から跳ねていったように見えましたが、あの場面を振り返ってもらえますか。そうですね、パックもちょっと踊ってたんですけども、ディフェンスがちょっと離れてたので、シュートを打ってみようと思って打ったら、いいコース行ってくれたので良かったです。そしてチームの4点目山田純也選手のゴールには素晴らしい右サイドからのアシストでした。あの場面もお願いします。はい、そうですね、ちょっとスピードとコントロールして、ゴール前の方見たら純也がすごいいいスピードで入ってきてたので、パス通れば入れてくれるだろうなと思ってパス出したのが、そうですね、うまく純也が決めてくれたので良かったです。精神的にも難しい3連戦だったかと思いますが、このシリーズ振り返っていかがでしょうか。そうですね、前回すごい乱闘が多くて、今日は相手の挑発に乗らずに、本当に自分たちのホッケーをやろうということで、みんなで確認し合ってやろうって言ってたのが、今日できてすごい良かったかな、それが良かったかなと思います。レギュラーシーズン48試合、好調なスタートから苦しい時期もありましたが、今シーズンを振り返ってみて、レギュラーシーズンはどんな48試合でしたか。そうですね、やっぱりいい時もあれば悪い時もあって、それでもやっぱり去年先輩の春らにも勝ちましたし、そのいい時のホッケーを常にみんなでできるように心がければ、プレーオフもおのずと結果ついてくるんじゃないかなと思います。
篠原選手はブレイズに移籍して5年休みなし、はい、228試合、はい、全て出続けておりますが、はい、今シーズンもフルに出続けましたが、それについていかがですか。あ、そうですね、まあ、連続出場、まあ、そこまでこだわってないですし、まあ、出た時にしっかりやるっていうのは、まあ、毎試合、毎日の練習でやってるので、まあ、本当にこれからもそこは変えないでやりたいと思います。はい、さあ、プレーオフ、来週末、はい、クレーンズとの試合ということになりますが、そうですね、プレーオフに向けての課題、またどんな準備をして臨もうと思いますか。そうですね、また来週末、本当にこの八戸でできるのは大きいと思いますし、まあ、プレー的にも、まあ、先ほども言いましたように、自分たちのプレーをしっかりやれば、今どことやってもいい試合できると思うので、まあ、そこを自分たちのいいプレーをできるようにということを考えてやっていきたいと思います。レギュラーシーズン最終節もプレーオフさながらの熱気盛り上がりでした。プレーオフに向けて意気込みをファンの皆さんにお願いできますか。はい、先週土日と今日とすごいたくさんの人が来ていただいて、本当にプレーオフはまた違う雰囲気なので、まあ、ぜひ本当に会場に足を運んでまた応援に行って、まあ、勝利を一緒に分かち合えたらなと思いますので、ぜひ会場に足を運んでいただいて応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では14番田中豪キャプテンに伺います。まず3連戦3試合目、はい、レギュラーシーズン最終戦勝利いたします。今日のゲーム振り返ってもらいます。はい、いい内容でゲーム進められたと思いますし、どうしても最終戦勝ってプレーオフに向かいたかったので、結果と内容にも満足しています。パワープレー今日なかなか決まりそうで決まらなかったように見えましたが、はい、どう振り返りますか。ちょっとそこは課題だと思うので、まあ、もうちょっと工夫しなきゃいけないと思いますし、まあ、これからプレーオフでパワープレーもすごく重要になってくると思うので、まあ、もっと今日もあれだけチャンスがあって決めていればもっと違うゲーム展開になったと思うので、そこは反省材料だと思います。逆にキリプレーは3連戦キリプレーでの失点は今日の1点だけだったと思うんですが、はい、まあ、ハイバーンも攻撃強いチームですけど、はい、守りの面はいかがでしょうか。そうですね、ゴールキーパー、まあ、伊藤、畑中心にディフェンス陣も体張って守ってましたし、まあ、向こうの特徴をうまく消せられてたと思うので、まあ、それは継続してやっていきたいと思いますし、まあ、あとはそのもっとペナルティー減らせると思うので、そこが、今後、まあ、プレーオフに入るにあたってもう少しペナルティを減らしてイーブンでプレーできるようにしたいと思います。レギュラーシーズン、まあ、ご自身今季も怪我にも悩まされた時期もありましたが、はいはい、個人としてチームとしての48試合いかがでしたか。そうですね、まあ、スタートは良かったんですけれども、後半波のある時期もありましたし、まあ、長いシーズン全てうまくいくわけではないんですけれども、もう自分たちが目指していたレギュラーリーグ1位も取れていないので、まあ、そこはまた来年に向けての課題になったと思います。あとはその、まあ、僕個人的にももっとこうチームを助けられるようなプレーっていうのをしなきゃいけないと思うので、その点では、まあ、もっと反省して次につなげなきゃいけないと思ってます。まあ、いろいろ今年は選手部門も立ち上がって選手自身がいろいろ企画したり考えたり、はい、そういうチームの輪もできていったかと思いますが、はい、そのあたりいかがですか。はい、やっぱりこういろんな方に支えられているっていうことを、まあ、自分たちがいろんな活動することによって、まあ、再認識させていただきましたし、この最終シリーズでレギュラーリーグ最多のお客さんも日曜日入っていただいて本当に感謝しますし、やっぱりもっともっとアイスホッケーフリーブレイズを知っていただいて、たくさんの方が会場に足を運んでいただけるように、自分たちもプレーもそうですし、普段のそういう貢献活動そういうところももっともっと積極的にさらに上を目指してやらなきゃいけないなと思っているので、まあ、プレーオフもまだ続くので、もっとたくさんの方に見てもらえるように自分たちも、そういう意識を持ってプレーしていきたいと思います。クレインズとのプレーオフ、はい、よりワンプレーワンプレーさらに重要なシリーズ短期決戦になると思いますが、はい、どんなところを修正して挑もうと思いますか。はい、まずはフリーブレイズらしくプレーすること、どんな時も1対1バトル強い気持ちで戦うこと、スピードを生かしたプレー、そういうところが大事になってくるので、それを、まあ、ゲームスタートからやることがまず大事になると思うんですけど、
あとはやっぱりフレンズの特徴、攻撃力ありますし、気になるプレイヤーもたくさんいるので、そういうプレイヤーに気持ちよくプレーさせないように、フィジカルにプレーしなきゃいけないと思います。ホームでプレーオフをスタートできる、はい、ということについていかがですか。はい、去年ホームでプレーオフできなくて、たくさんのファンの方にもがっかりさせてしまったので、今年は、この3連戦見てもそうですけど、そのたくさんの方の力が選手の力になりましたし、またその声援を受けてプレーできるということにとても心強いと思っているので、今から楽しみです。ファンはアジア王座奪還を願って、この3連戦も熱い戦を送ったと思います。はい、ぜひファンに向けて、はい、プレーオフへの意気込みメッセージをお願いします。はいはい、レギュラーリーグも長いシーズンでしたけども、たくさんの方に応援していただいて、本当に皆さんの力がここまでチームを投資してくれると思うので、あと優勝までもう少し一緒に戦っていただきたいと思いますし、最後皆さんと優勝を笑い合いたいと、笑い合って終わりたいと思って、これからもまだあと少し応援よろしくお願いします。ありがとうございます。